私は葵。私が2階の部屋で仕事をしていると、ふと1階のリビングから物音が聞こえてきた。もしかして泥棒？いつでも通報できるようにスマホを握りしめてリビングの様子を見に行く。すると、そこには技師のまさみがいた。お姉さん？あら？葵ちゃん、いたんだ。私の声に反応して技師が振り返る。黙って入ってきたらびっくりするじゃないですか。はあ？ここは健太の実家よ。だったら私にとっても実家みたいなものよ。健太というのは私の兄の名前。それはさておき、義士の言いたいことはわからなくもない。だけど、無断で家に入ってくるのはさすがに非常識じゃないだろうか。そんな風に思って私は反射的にムッとした。でも、義士はそれが気に入らなかったらしい。つかつかと私に近寄ってきた義士は、そんなことより、今日も家にいるのね。まあ。はあ、こんな子が妹とか、本当に最悪だわ。はい？それはどういう意味ですか？何度も言っているのにまだわからないの？独身ニートなんて恥ずかしいって言ってるのよ。義士は馬鹿にするような口調で私にそう言った。独身なのは否定できない。でも、ニートというのは義士の勘違いだ。在宅だけど、私はちゃんと働いている。だから、私はすぐに、働いていると反論した。けど、義士は全く信じてくれない。それどころか、余計に馬鹿にした口調で。はいはい、自宅警備員ってやつでしょ？違います！私は、何でもいいわよ。とにかく、恥ずかしくて迷惑だから出て行って。並行するしかない。そういえば、義士は最初に会った時からこうだった。そんな義士と私が初めに会ったのは、今から数年前。兄が結婚したい相手として、義士を家に連れてきた時のことだ。ただ、私は義士に会うつもりはなかった。結婚に反対とか、そういう理由じゃない。単に私が引きこもりだったからだ。私が引きこもりになったのは高校時代の友人関係が原因。別に何かあったわけではないけれど、人との距離感がわからず、友達ができなかったのだ。それで学校に行きづらくなり、やがて引きこもりになってしまったというわけ。でも、両親も兄も私を責めなかった。学校に行きたくなかったら別に行かなくてもいいんだぞ。父はそんな風に言ってくれた。一人でゆっくり考えたら自分のやりたいことが見つかるんじゃないか。兄はそういう感じに励ましてくれて、母は黙って私を見守ってくれたのだ。おかげで私は自分の将来についてじっくりと考えることができた。外に出るのは無理だけど、自分の部屋でできることなら。そんな考えに至った私は、パソコンでできることをやってみようと思ったのだ。ネット環境さえあれば、今は何でもできる時代。会社に行くという働き方以外も選べるくらいだ。一人でできることから始めてみよう。それから私はいろいろなことを調べた。でも、知識も技術もない私ができることなんてそんなに多くはない。何もできそうにない。そんな風に落ち込んだ時だった。兄が私にこんな話を持ちかけてきたのだ。葵ってゲームするよな。ゲーム？少しだったら。じゃあ、ゲームのテスターをやってみないか？兄が持ってきたのはゲームのテスターの仕事。発売前のゲームがちゃんと動作するか、そんなことをチェックする仕事だ。これなら特別な技術は必要ない。やる気と根気があれば十分に続けられる。それ、やってみたい！私は即答していた。そうして、私はテスターの仕事を始めたのだ。これが私にはすごく合っていた。一人でコツコツとやっていける。結果の報告はレポートをメールで送るだけ。
人と接するのが苦手な私でも続けられる。私はテスターの仕事にのめり込んだ。そうやって仕事をする中で、私はあることに気づく。プログラムに詳しくなれば、修正方法とかも提案できるかも。そんなきっかけで、私はプログラミングに興味を持ち始めたのだ。とはいえ、プログラミングは勉強することが多い。普通は情報技術系の専門学校で勉強するもの。でも、必ずしも専門学校で習わなくてもいい。ネットを使った通信教育もあるし、自分で勉強することもできる。やる気があればいいってことだよね。私はネット環境をフル活用して、プログラミングの勉強を始めた。あちらこちらのサイトを覗き、プログラミングに必要な知識を蓄えてゆく。わからないことはネット上で誰かに尋ねてみた。すると、顔も知らない人が丁寧に答えてくれたのだ。私の声にも誰かが答えてくれる。それが嬉しかった。そうこうするうちに、プログラミングの勉強をする仲間が見つかる。彼らとネット上で交流するようになり、次第に私は個人的なことも話すようになった。最初は文字だけの交流だったのが、やがて通話になって、最後には直接会うことに。もちろん緊張した。高校時代の苦い思い出が蘇る。だけど、その時の私は、もう高校の時の私じゃなかった。少しおしゃれをして、待ち合わせの場所に行くと、同年代の男女が数人いる。恐る恐る声をかけたけど、すぐに打ち解けられた。ネット上と何も変わりない。画面の向こうにいるか、目の前にいるか、たったそれだけの違い。安心した私はおしゃべりに夢中になった。そんな中、誰かが起業しようと言ったのだ。不安はあるけど、この人たちと一緒だったら、私でも働けるかもしれない。そう思った私はすぐに同意した。こうして、ネットで知り合った仲間と会社を設立。営業の経験者もいたし、一般企業で働いたことがある人もいた。いろんな人がいたから、起業しても困ることはなかったのだ。葵ちゃんは葵ちゃんができることをやればいいから。そう言われて、私も肩の力が抜けた。できることは全力でやる。そうして、一ヶ月後には初めての給料をもらうことができた。テスターの仕事でもらった報酬とは全く違う。正社員として初めてもらった給料だ。高校で挫折した私にとって、それはとても大きな出来事だった。これで私も普通の人になれた。今までは社会とは隔絶された世界にいた。だけど、これで社会の一員になれたと思えたのだ。その後、私は初めての給料で、両親と兄にお礼をした。引きこもりになった私を、それまで見捨てないでいてくれたお礼。両親も喜んでくれたし、兄も喜んでくれた。そんな笑顔が見たくて、私はさらに頑張った。会社はどんどんと大きくなり、私の給料もうなぎ登り。でも、給料が増えても使い道がない。ほとんどが在宅ワークだから、通勤のためのスーツなども必要ないからだ。しかも、私が出かけるところといえば、たまに近所のコンビニへ行くくらい。仕事が趣味みたいなものだから、お金の使い道はほとんどないに等しい。お母さん、どうしたらいいと思う？やっぱり貯金しておく方がいいのかな？そうね。貯金もいいけど、思い切って使うのもいいと思うわよ。いろいろ考えた挙句、私はあるものを買うことにした。それが家だ。私の職場は自室。つまり、自分の部屋はリラックスできる場所で、さらに仕事に集中できる場所でなければならない。マンションだと隣近所にも気を使う。そうなると、やはり一軒家の方がいい。土地付きの一戸建てを買っちゃおう。我ながら大胆な発想だったと思う。だけど、その時はあまり深く考えていなかった。それで、土地付きの一戸建てを買ったのだ。
父も兄も驚いていたけれど、私がすることに反対するような人たちじゃない。だから、素直に受け入れてくれたのだ。ただ、母だけは不安そうにしていた。私が余計なことを言ったから。そんな後悔するようなことを母は言う。大丈夫よ。私が買いたかったんだから。そう？それならいいけど。母の後悔は拭いきれないかもしれない。そう思っていたけど、引っ越した途端、母の後悔は吹き飛んだようだ。すごく使いやすいわ。最新の使いやすいキッチンに母は大喜び。やっぱり家を買ってよかったと思った瞬間だった。また、父も。会社から近いし、駐車場もあって便利だな。と喜んでくれた。兄はしみじみと私に話す。葵が一人前になって嬉しいよ。お兄ちゃんが最初にテスターの仕事を紹介してくれたからだって。でも、葵の努力がなかったらこうなってない。やっぱり葵はすごいよ。ありがとう。と、そんなことがあったから、私は兄には頭が上がらない。だから、兄の結婚相手が来ると聞いたとき、私は会わないという決断を下したのだ。お兄ちゃんが変な目で見られないように、私はいない子のふりをした方がいい。そう考えていた。でも、兄は違った。葵は自慢の妹だ。だから、お前の義士になる人に挨拶してほしい。わかった。そんな風に言われたら断れない。それで私は、義士に会うことにしたのだ。はじめまして、まさみと申します。義士の第一印象は、ブランド好きだった。義士は銀行員だったらしく、服もアクセサリーもブランド品ばかり。香水まで一流ブランドのそれだ。ただ、話し方は上品だし、気遣いもできる様子。両親はすぐに義士のことを気に入っていた。だから、結婚の挨拶は滞りなく終わったのだ。じゃあ、私は仕事があるから。そう言って、私は一足先に、その場を立ち去ろうとした。あとは両親と兄と義士で、和やかに食事でもすればいい。私はそう考えていた。両親も兄も私を引き止めなかったけど、義士だけは違っていた。立ち去ろうとする私を引き止めて、義士は。ねえ、せっかくだから連絡先交換しない？でも。いいじゃない。義理だけど姉妹になるのよ。仲良くしましょうよ。義士がにこやかに言う。その笑顔になぜか私はゾッとした。この人、何か変、と、直感的に嫌な感じを覚える。でも、断れる雰囲気じゃない。じゃあ、スマホを取ってきますね。さっさと終わらせよう。どうせ連絡が来ても、適当にあしらえばいいのだから。そんなことを考えながら、私は部屋にスマホを取りに行こうとした。すると、義士はニヤッとして、せっかくだから一緒に行くわ。お部屋を見せてちょうだい。いいわよね。ええ。私は義士を連れて部屋に行く。私の部屋を覗いた義士は。ここが葵ちゃんの部屋ね。ここでコソコソとしてるのね。コソコソ？そうよ。部屋でコソコソしているだけのニート。そうなんでしょ？やっぱり腹黒い人だった。と私は思わず身構えた。その途端、義士は笑いながら。何？それ。私のこと警戒しているの？そんなにニートって言われたことがムカついた？当然です。私はニートじゃないですから。内職は仕事じゃないわよ。そんなことをしても生活できないんだから。できます。はいはい。すねかじりをしている間はね。すねかじり？お小遣い程度の稼ぎで一人前のつもり？本当に笑わせないでよね。私がどれだけ稼いでいても、あなたには関係ないですよね。
関係あるわよ。独身ニートの義妹とか恥ずかしいじゃない。独身はそうですけど、ニートは。そうだったわね。内職しているんだったわね。ごめんなさいね、忘れっぽくて。完全に私を見下している。技師にとって在宅ワークは仕事じゃないという認識なのか。ともかく技師は私をからかいたくて、私と二人になりたかったらしい。それだけはわかる。私はムッとして技師を睨み返した。そんな目で見ても現実は変わらないわよ。悔しかったらちゃんと仕事をしなさい。しています。本当にうるさい子ね。あんたがいなかったらここで同居できたのに。嫌みったらしい言い方をする技師。同居はできるけど私を追い出すことはできない。なぜならここは私の家だからだ。けどそんなことを知らない技師は頻繁に家に来て私に出て行けと言い出した。しかも両親や兄のいないところでこっそりと私に言ってくる。それが嫌で仕方がなかった。いい加減にしてくれないかしら。私は一人で愚痴をこぼす。そんなことが続いて、今日だ。ついに義士は黙って家に入ってきた上で、私に出て行けと言い放ったのだ。さすがに私も頭に来た。出て行きません。それよりも、黙って家に入らないでください。はあ？ニートが私を邪魔者扱いするの？邪魔とかではなくて、やることが非常識だって言ってるだけです。うるさい、うるさい！少しは黙っていなさい！義士が2階へ向かう。急いで追いかけると、義士は私の部屋にいた。何をするんですか？私の部屋ですよ！怒鳴るけれど、義士は全く無視。私の部屋を眺めながら、やっぱりいいわ。パソコンもあるし、部屋も広い。あんたよりも私に似合う部屋だわ。私の部屋に入らないで！黙れ、ニート！あんたにはもったいないから私がもらってやるわ。はあ？あげませんよ！出て行って！私は義士をなんとか部屋から押し出した。そのまま義士の手を引っ張って、半ば強引に家から追い出したのだ。我ながら驚くくらいに力が出た。これが火事場の馬鹿力か。と思いつつ、急いで兄に電話をかける。すると、仕事中なのに、兄は電話に出てくれた。どうした？葵、何かあったのか？お兄ちゃん、実は。私は義士が勝手に家に入ったことを説明。そして、今まで私を貶めていたことも話したのだ。その途端、兄は激怒した。なんだって？俺の可愛い妹に、許せねえ。わかった。俺から注意しておくよ。ありがとう、お兄ちゃん。兄にお礼を言って私は電話を切った。でも、いつまでもお兄ちゃんに頼っているのは、やっぱりダメだよね。私は考えを巡らせて、ふと同僚の大輝に電話をかけてみた。大輝は私よりも少し年上。大卒の大輝は、一般企業の社員だった。ただ、IT 系の仕事がしたいと思っていたらしく、私たちの起業に合わせて転職してきたのだ。そんな風に経験豊富だったから、困った時には大輝に相談することにしていた。大輝さん、仕事じゃなくて個人的な相談があるんだけど。どうしたの？実は、大輝に義士のことを相談した。すると、大輝は自分のことのように怒って、それはお姉さんが悪いよ。葵は悪くない。そうだよね。それで、何か対策はできているの？それが、全然。じゃあ、いい方法を教えてあげるよ。それは、大輝は、とある作戦を教えてくれた。確かに面白い作戦。うまくいけば、義士も懲りるに違いない。ただ、一つ問題がある。大輝さんの迷惑になるんじゃない？平気平気。
俺のことは気にせず、やってみてよ。ありがとう。私は大輝の作戦を実行することにした。そして、すぐに、あるところへ連絡を入れる。そうこうするうちに、数ヶ月が経過。対策はしたものの、義士の私に対する攻撃は、鳴りを潜めていた。どうやら兄の叱責が効いていたらしい。このまま何もないといいけど。私は少しほっとしていた。でも、世の中はそんなに甘くない。その数日後、義士から電話があったのだ。明日、そっちに行ってもいい？連絡してから行くのはいいのよね。上げ足を取るような嫌な言い方だ。とはいえ、義士が来れば、大輝の作戦にはまる可能性が高い。私はしぶしぶ了承するふりをした。そして、翌日。家に来た義士は開口一番。ご両親は？と尋ねてきた。いませんよ。旅行に行っています。あっそう。それじゃあ、ちょうどいいわ。そう言いながら、義士は大きな荷物を家にあげる。なんですか、それ。私の着替えとか、いろいろよ。ここに泊まるつもりですか？泊まるんじゃないわよ。ここに住むの。だから、あんたは出て行きなさい。目障りよ。ついに来た、と思いつつ、私は静かにうなずいた。わかりました。文句を言っても、って、え？わかりました？はい、出て行きます。何よ、急に素直になったわね。私、考えたんです。お姉さんは兄の奥さんです。兄には随分とお世話になったので。しゅんとした素振りで、そんな話をする。すると、義士は急にニヤニヤし始めた。ちゃんとわかってるじゃない。さっさと出て行きなさい、役立たずのニート。はい。私はすぐに2階の部屋に向かった。実は大輝の指示で荷物はまとめてあるし、引っ越し先も決まっている。つまり、すべては大輝の作戦通りの行動なのだ。引っ越し業者に連絡をしてリビングへ行くと、義士がソファーでくつろいでいた。早かったわね。まあ、引きこもりニートは荷物もないわよね。むっとしたけど、私は言い返さずに頭を下げた。では、出て行きます。荷物は引っ越し業者が後で取りに来ますので。はいはい。それと、後悔しないでくださいね。はあ？後悔なんかするわけないでしょ？引きこもりがいなくなってせいせいするわ。ニヤニヤする義士を置いて、私は家を出た。それから両親に連絡する。お父さん、旅行を楽しんでいる？ああ、こんなプレゼントをしてくれて嬉しいよ。よかった。実はね。私は義士が家に来たことを話した。さらに、急に旅行をプレゼントした理由や、大輝の作戦について説明する。そして、その通りに行動してもらいたいと話した。両親はすぐに承知。それもこれも、義士の非常識な行動を話していたことが大きい。これでうまくいったわ。後悔しなさい。私はつぶやきながら、引っ越し先へ向かった。そうして、新居に引っ越して数日。月末を迎えて、私はニヤニヤしていた。そろそろ、お姉さんが連絡してくるはず。私は今か今か、と、電話を待っていた。その時だった。電話が鳴り、私が出ると同時に、義士が大きな声で、どういうことよ！どうしたんですか、お姉さん。なんで私が出て行かなきゃならないのよ！別に出て行かなくてもいいですよ。家賃を払えば。はあ？家賃？この家、実家でしょ？実家ですけど、売り払っちゃいましたから。売った？どうしてあんたがそんなことを決めるのよ！それは私の家だからですよ。は？あんたの家？
はい。その家は、私は仲間と IT 関連会社を起業したこと、そこで働いていることを説明。もちろん、それは兄も説明しているはず。でも、私を見下している義士のことだから、どうせ聞いていないと思っていた。だから、一から説明してあげたのだ。すると、義士は驚愕の声で、じゃあ、本当にこの家、売ったの？はい。リースバックって知っていますか？リ？何よ、それ。リースバックは、自宅を業者などに売却した後、賃貸契約をして、自宅に住み続ける仕組みのこと。売却益でローンを支払えるなどのメリットがある。私はそのリースバックを使ったのだ。つまり、自分で買った家と土地を売り払い、その後で賃貸契約をして住み続ける。義士が家に来た時点で契約を終わらせて、家賃の支払いをやめる。そうすれば、義士が新しく契約し直さない限り、家に住み続けることはできない。でも、兄に頼りきりの義士が自分で家賃を払えるはずがない。しかも、私を追い出しておいて、兄と一緒に住むということもないと思う。要するに、これで義士の住む場所がなくなるというわけだ。ふざけたことをして、覚えていなさい！つまらない捨て台詞に笑いがこみ上げる。完全に自業自得じゃないか。私を見下さなければ、幸せな結婚生活を送れていたのに。本当にくだらない人だ。どうせ兄とも離婚になるだろうし、もう義士と会うこともないから関係ないか。私はそう思っていた。でも、その日の夕方だった。大輝から電話がかかってきたのだ。葵、大変なことになった。すぐにお兄さんに連絡できる？そろそろ仕事も終わる時間だからできるけど。じゃあ、お兄さんに話して。それから。大輝は早口であれこれと話す。ただ、要は兄と大輝の家に来いということだった。私は首をかしげながらも、兄に連絡。その後、私は一足先に大輝の家に向かった。すると、大輝が住むマンションの前は大騒ぎ。警察官がたくさんいて、近所の人も何事かと集まっていた。大輝さん、何があったの？騒ぎの中心にいる大輝に声をかける。実は、変な女が俺のパソコンを持ち出して。大輝の話はこうだった。仕事の合間に大輝がシャワーを浴びていた時のこと。ふと妙な物音がして、部屋を覗いたそうだ。すると、一人の女が部屋を物色。大輝のノートパソコンを持ち出そうとしたらしい。もちろん、大輝はすぐに咎めた。大声を出した途端、女はびっくりして逃げ出したとのこと。でも、女は窓から逃げようとして、そこで転倒。気絶してしまったという話。その女こそが義士で、義士は住居侵入で、警察に捕まったのだ。でも、義士は、ここは妹の部屋だ！の一点張り。それで大騒ぎになっているということだった。本当にあなたの部屋ではないのですね。警察に尋ねられる。当然、私の部屋ではない。ただ、どうして義士が私の部屋だと思ったのか、それが気になる。理由を尋ねると、義士は私に。あんたの部屋でしょ？あんたの荷物をここに送ったんだから！私の荷物を？そうよ！引っ越し業者に聞いたのよ！義士が家にいる時に引っ越し業者に連絡した私は、そのまま義士を置いて家を出た。でも、大輝の指示で荷物は一度大輝の部屋に送ったのだ。それから新居に送り直した。それを知らない義士は、荷物の送り先が私の引っ越し先だと思ったというわけ。けど、それと住居侵入は関係ないですよね。あんたのせいよ！あんたが！義士の言い訳はこうだった。私は家を出るときに家具も家電もすべて引っ越し業者に持ち出させた。でも、義士は何か残ると思っていたらしい。
残ったものを売り払い、それを生活費にするつもりだったそうだ。けれど、その思惑が外れる。それでも家があれば、なんとかなるはずだった。それなのに、家も住めなくなることが判明する。それで腹いせに、私のパソコンを売り払い、お金にしようと考えたというわけだ。そのために私の家に入ったつもりが、大輝の部屋だったというのがことの真相。あんたのせいよ！覚えていなさい！警察に連れて行かれながら、義士はそんなことを叫び続けていた。結局、義士と兄は離婚。兄は義士に慰謝料を請求した。とはいえ、義士が払えるはずがない。なぜなら、義士には借金があったからだ。その返済のために実家を乗っ取り、そこにあるものを売って、お金にしたかったらしい。何にしても、今の義士は捕まっているから塀の中。どうすることもできず、慰謝料は義士の両親が代わりに払うことになったそうだ。ちなみに義士の一件で、私は今まで以上に大輝を頼るようになった。もしかすると大輝がいなければ、何もできないかもしれない。そんな風に思ったところで、私はハッとした。ああ、私って大輝さんのことが好きなんだ。それに気づいたから、今は大輝に猛アピールを始めたところだ。